2022年1月1日のフェイトグランドオーダー。今年も年末の年末の番組盛りだくさんでしたね。いやー面白かった。さて今年も福袋ガチャ引いていきましょう。加えてお正月新規サバ闇のコヤンスカヤも引けたらいいね。もうねどのラインナップにしようかは決定済みです。さすがに対抗棒は入ってなかったね。最近のサーバントとかねもうすでに入ってたりするけど、ここだったらランサーの龍馬とか、確か宝具ごとで決まってるんだっけかな。毎度のことですけども迷うラインナップだな。ここいいよね、光小屋にアルジナオルタ、モルガン、モルガン人気だよね。サポートに入れてる人めっちゃ多い。いやオベロンよ、オベロンはね取っておきたかったね。ここもかなり魅力的ですけども、あー姉上、まあアルトリアキャスター持ってない人はぜひ引いた方がいい。マーリンもいるね、サポート系。うん、で俺が狙うのはこちら、ムラマサ欲しい、ベルジーヌ欲しい、ランサーの龍馬欲しい。いいっすね、四季も持ってないし。ただここで持ってる3人あたり来そうだな。アーチャーのアルトリアも持ってないです。大式もはメリジーヌ、妖精騎士ランセロット、さあキンキラしましたぞ。ランサー、お、龍馬か。お、あ、よかったー、やったーそうだよ、欲しい欲しいときながらランサーのこっちを忘れるとは。これで2枚抜きとかしたら素晴らしいんだけど、さすがになかったか。去年2枚抜きしたんじゃなかったっけ確か。僕、いや私はメリュジーヌ、異分体ブリテンにおいて最強の妖精騎士と言われたもの。福袋ガチャで第一希望がちゃんと出たの初めてかも。口いくだけの私でも毎年サーバントとしてなら君の役に立てるんだな、まあ、この子あったらまあいいかなみたいな感じで、ゲットすることが多かったから、普通に欲しかった子が出てくれて嬉しいです。私の翼は君のために羽ばたかせるよ。よし、じゃあ闇のコヤンスカヤ行きましょうか。まずはコクデ、コクデ回すのは時間かかるんでいいのが出るまでカット。あらーいい冷蔵ほんわかしちゃうね。あーひどい霊装、ヒヤヒヤしちゃうねまずはコフデとは言ったけどコフしかないんだった。石はまたなんかプレゼントで30貯まったら、それで回したいけども、対抗棒ガチャでね使い切っちゃったからね。よし、とりあえずは福袋で個人的大当たりを引けたんで満足です。闇小屋はまたの機会にといった感じで、今年の初の動画は FG 用の福袋ガチャでした。今年もどうぞよろしくお願いします。